皆さんこんばんは。編集者のもずくです。今宵の階段は、牛崎千佳さんで、赤ちゃんをお送りいたします。それではご覧ください。スリラーナイトに、えー、ご来店、時々されるリサちゃんという20代の女性がいるんですけれども、この方すごく大人しくて可愛らしい子なんですよ。で、初めて来たときに、 スリラーナイトにはいろんな語り手がいて、村上ロックさんっていう人がいて、誰々がいてっていうのをね、えこう説明して、なんとなく気持ちをほぐしてもらおうと思ったんです。で、この人はこういう特徴があるんだよというので、なんとか笑ってもらおうと思ったんです。彼女すごく緊張されていたんで、で、その中でね、歌舞伎書店に所属している良吉っていうのがいるんですけど、良吉って、 あだ名が、あの、ゲロメガネなんですね。<laughs> あの、生配信で言うことじゃないかもしれないんですけど、何かあるとすぐ戻してしまうっていうのがあって、ゲロメガネなんていうふうに呼ばれていて、両吉っていう子がいるんだけどね、ゲロメガネって言われてるんだよ。ここできっと笑ってくれるだろうと思ったんです。そしたら彼女全然笑わなくて、こっちじーっと見て、はーって言うんです。あれ聞こえなかったのかなと思って、ゲロメガネって言われてるんだよ。 あ、はあ、あ、あれちょっと反応薄いなと思ったんですそしたら彼女かわいそうですって言うんですねあ、そっか彼女にとってはかわいそうに感じてしまったのかと思ってなんとなく申し訳ない気持ちになったんですけどちょっとお話を伺ってみると彼女自身お腹がね、子供の頃から非常に弱い方だったんです 私も生まれつき、お腹が弱かったんで、良吉さんはかわいそうですって言うんです。あかごめんねっま謝ったんですけど、話聞いてみると、ま生まれた頃から、本当に体が弱くて、で、お母さんが出産するときにえ、この赤ちゃん、リサさん、腸がねじれた状態で生まれたんだそうです。まあ、腸年点って言うんですかね。 新生児であれば1 5メートルから2メートルほどあると言われている腸がねじれてしまっていてでしている部分もあったんですですもこれは緊急手術しなきゃということで親子は対面することなく赤ちゃんはもう緊急手術をすることになったんです。で別々の部屋にこう別れて赤ちゃんの方は手術をして壊死した部分は切って残された部分をなんとかつないで。 もうほんとギリギリえ生きていられるギリギリの長さだったそうですが、なんとか手術が成功して。で、母子ともになかなかこう体調が良くならなくて、手術が終わった後もお母さんも赤ちゃんも全く体調が戻らなかったんです。半年以上もの間、病院に入院していたそうなんです。 でなんとか赤ちゃんとお母さん一緒になって大部屋に移って半年ほど経ったある日一人の中年の女性がこの大部屋にふらふらっと入ってきて全く面識のない女性だったんですがお母さんところに来て「あなたちょっと失礼なことを言うようだけど変えてもらった方がいいわよ」って突然言われたんです。え何のことだろう 変えてもらった方がいいって部屋のことかなって思ったんです。もしかして、もう赤ちゃんのこともあるし、生活音には気はつけているけれども、迷惑をかけてしまったかしらと思って、もう本当申し訳ありませんって、その女性に謝るんですけど、いや、そうじゃないの、そうじゃないのって。私にはわかるのよ。変えてもらった方がいいから、担当のお医者様か、看護師さん来たら、 頼むといいわって言うんです。で、同じ部屋のお見舞い客と思ったんですが、たまたまここを通りかかった女性だったそうなんです。でもし何かあったら連絡してちょうだい。そう言って連絡先を書いたメモ紙だけを渡してその女性帰っていったんですね。不思議な人だなと思ったんですけど、なんとなく気になったんで、担当のお医者さんにちょっとお部屋を。 交換してもらえないでしょうかって相談すると、空き部屋があるんでということで、個室に移動することになったんです。で、個室に移動してから、急に体調が良くなって、もうお母さんの方も赤ちゃんの方も回復して、すぐに退院になったんです。で、退院をして荷物の整理をしているときに、あの時女性に渡されたメモ紙が出てきたんです。連絡先書いてあ、あ,あそういえばあの時あんなこと言われたなと思って、気になったんで、 そこに連絡してみたんです。もうすぐに電話つながって、あ、退院そろそろできる頃だと思ったのよ。よかったわね。あ、おかげさまで。ありがとうございます。あ、ところで、変えてもらったってあ、あの、お部屋変えてもらいました。いや、そうじゃなくて、ベッドよって言うんです。あ、ベッドは私はそのまま、あの、 部屋移動しましまたけどそうじゃないのよ赤ちゃんの方のベッドよって言うんです。そういえば自分はそのまま移動したけれども赤ちゃんのベッドは新しいものに交換したなと思ってそのことを伝えると「それよ」「もうすべての原因はその赤ちゃんのベッドよ」ってうもう大丈夫だから安心して大事に育ててあげてくださいね」「それじゃあお元気で」 そう言って電話切れたんです。で、後から分かったことなんですけれども、大部屋にいた時に赤ちゃんが使っていたベッドっていうのが、以前、11ヶ月で亡くなってしまった新生児が使っていたものだったんです。それを知らずにリサさんがそこを使ってたんですね。で、その亡くなった新生児の名前というのが、リサさんと全